では初めに、メダルを獲得されて、一夜明けたご感想を一言ずついただきます。それでは、今日やヘッドコーチから、お願いいたします。皆様、おはようございます。朝早くからかご苦労様です。えっ、ー、と、昨日、えー、アメリカとの決勝戦を行い。まあ、あのー、終盤までもつれたんですけれどもお。最後の最後、アメリカの、に自力の差を見せつけられた。 感じで最終的には60対64で負けてしまいましたがこのような形で銀メダルということを獲得できて非常にあの選手たちが誇らしいです本当にこれまでコロナ禍の中選手たちは厳しいトレーニングを限られた環境の中でやってきてあのそういった地道な努力が えー、この結果をもたらしたのではないかというふうに思っています。またここにいない、えー、これまで一緒に戦ってきた、えー、選手たちも同じ気持ちで一緒に戦ってくれて、まあ、バスケットボールファミリー全員の力でこの銀メダルが取れたんじゃないかなというふうに思っております。本当にあのー、選手たちには感謝しかありません。まあ あとは選手たちにたくさん喋ってくれると思いますので、あのお渡ししていたします。ありがとうございました。続いて赤石選手お願いいたします。おはようございます。赤石優賀です。えー、まず、えー、今大会を開催するにあたって、えー、尽力してくださった関係者の皆様、ボランティアの皆様に、えー、本当に感謝を、 申し上げたいいと思いますすありがとうございます、えー、そしてまず、この今大会出た選手12名のうちの、えー、1人でやられたことを光栄に思っております。えー、僕自身は、えー、今大会が初のパラリンピックでしたけれども、えー、こうやって銀メダルを取ることができたのは本当に、えー、光栄なことですし今後のバスケットボール人生に大きな影響を与えるものだと思っています。えー 本当に皆様の応援と熱いご支援があったからこそこの銀メダル獲得だと思っていますし決してここにいる選手、スタッフだけの力で勝ち取ったものではないと思っております無観客という状況でしたけれども皆さんの熱い応援は本当によく我々に届いていましたしそれが本当に力になっていましたファンの皆様スポンサーの皆様本当にありがとうございました。 以上ですありがとうございました続いて秋田選手お願いいたしますはい、えー、おはようございます、えー、大会を <laughs> 振り返って、えー、メダリストになれたという実感がまだ正直そんなに湧いていませんが、えー、これからの車椅子バスケットボールの、えー、未来に必ず影響を与えるかなと思う結果になったと思ってます また今後車椅子バスケットボールの日本の車椅子バスケットボール界が発展していくように頑張っていけたらなと思っていますありがとうございましたありがとうございました続いて岩井選手お願いいたしますおはようございます今大会は一試合一試合楽しむことができましたしたくさんの応援が僕らの力になりました本当にありがとうございました ありがとうございました。続いて川原選手、お願いいたします。おはようございます。川原凛です。まず、これまで応援してくださったたくさんの方々に感謝申し上げますメダル。銀メダルを取れて素直に嬉しいです。本日はよろしくお願いいたします。ありがとうございました。続いて光沢選手、お願いいたします。 えー、銀メダルを取ることができたことは一つの形として、えー、結果という形で、えー、っと銀メダルというごめんなさい形で取ることができたのは良かったなと思いますただあの、まあ、このような社会状況の中あの大会を開いていただいたこと、えー、僕たちが挑戦をする場を与えてくださったことにまず本当に心から感謝をしています大会は、えー、っとチームが一試合一試合成長していく 素晴らしいチームになっていったような思いがありますその中の一員になれて本当に光栄です、えー、はい、えー、僕からは以上ですありがとうございました高松選手お願いいたしますおはようございます高松芳生です、えー、大会を振り返ってえー、っと僕は初めてのパラリンピック出場になったんですけど一試合一試合楽しく参加できてすごい いい経験ができたなって思います、えー、メダル獲得という歴史的瞬間に立ち会えたことをすごいあの自分の人生の中競技人生の中でいい経験になると思うのでまたこれからの競技人生にあの生かしていきたいです、えー、たくさんの応援ありがとうございましたありがとうございました続いて長海選手お願いいたしますおはようございます長海です、えー、まずこの大会を えー、開催いただいたことに感謝申し上げます、えー、寮からの5年間、えー、僕たちが積み上げてきたバスケットボールをしっかりと結果として証明できたことこれがまず何より嬉しかったです、えー、僕からは以上ですありがとうございましたはいありがとうございました続いて藤沢選手お願いいたしますはいえー、っとおはようございます藤沢清です えっとメダルが取れたことをとても嬉しく思っています,、えーっとそうですね、この大会は本当にあの若い選手たちが、えー、日々、本当に成長して飛躍した大会だったと思います若い選手たちの,そのものすごいエネルギーと、えー、っともに決勝まで駆け上がれたというのはすごいこう楽しかったですしそれが結果になったとっいうのは本当にこのチームの一員で誇りに思っています。 以上ですありがとうございました続いて藤本選手お願いいたします皆さんおはようございます、えー、まず大会期間中本当にたくさんのご声援ありがとうございました、えー、僕自身5大会目ということで、えー、集大成として挑んだこの大会で銀メダルという結果で終えたこと非常に嬉しく思います、えー、それと同時に、えー、若い選手がですね あの世界に勝つというその経験を一緒にこの場で体感できたこととそれと同時に世界の壁となるアメリカに勝てなかったというそういう大きな課題を若い選手と一緒に、えー、体験できたことこれが銀メダル以上の財産になると思います今後、えー、若い選手がこの歴史をさらに塗り替えるべく、えー、強くなっていく瞬間を期待しながら この銀メダルを喜びをかみしめたいと思います本日はありがとうございますありがとうございました続いて古澤選手お願いいたしますおはようございます古澤ですえっと今大会を振り返ってまず銀メダルを獲得できたことが素直に嬉しくまた金メダルをあと一歩のところで取れなかったことが本当に悔しくて3年後の パラリンピックでまたリベンジできるようにこれから頑張っていきたいなと思ってますまたこのチームがすごく僕にとって家族のような存在になってこれからもみんなで頑張っていきたいなと思いましたありがとうございましたそして宮島選手お願いいたしますはいおはようございます宮島です まずこの大会がコロナ禍の中開催され無事閉会したことを嬉しく思っております車椅子バスケットボールの歴史を変えるということを僕たちで目標に掲げ 結果として銀メダルを獲得できたのは本当に多くの方々のサポートと声援があったからだと思っております今後もこの競技に注目をしていただけるよう僕たち含め日本全国の車いすバスケットボールプレーヤーが活動していく姿をこの先も見ていってほしいと思います今日はよろししくお願いしますありがとうございました。 まず皆様に質問なんですけれども改めて皆様ご自身にとってこの東京大会自国開催となった東京大会振り返ってどんな大会どんな舞台だったかを教えてください、はい、それでは京谷ヘッドコーチからお願いいたします、はいえー、とやはり自国開催ということであらゆる面でわれわれにとってプラスになることが多く、まあ、あの食事面だったり えー、環境面だったりいろんな面で非常にプラスになったかと思います、でまあ、本当に先ほど選手からも出てましたけども、このコロナ禍の中でいろんな方々が大変な状況の中、こういった大会が開催できたこと、本当にの嬉しく思いますしまたその中で、金メダルというものを獲得できたということは、本当に素晴らしいことだと思います。 で何よりもあの先ほどもちょっと申し上げましたけどもあのこの12名は、まあ、本当によく頑張ってくれましたけども、まあ、ここにいない選手たちの力っていうのが本当に今でも大きくてあのそういった選手たちの力もこの銀メダルということで報われたんじゃないかなというふうに思っています。 本当に一生の思い出になるようなそんな素晴らしい大会でだったというふうに思いますすありがとうございいいいままししたた赤石選手お願いしますはいえー、そうですね、この自国開催というのは、まあ、先ほど京谷が申し上げたようにわれわれ日本にとっては本当に大きな理となる状況でしたし それで地獄開催だったからこそファンの皆様の応援とかが身近に感じることができたというのもあるので本当に銀メダルをれた大きな要因の1つだとも思っていますまた、私個人が今大会最年少という立場で出ましたけれども今大会、本当に大きなものを先輩たちからいただきました私のような若い選手が今大会に出た。 意味としてはそれらを今後の日本代表に受け継いでいくそして未来の日本代表の選手たちに今度は私たちがそれをバトンタッチしていくというのが私のような若い選手が今大会この大会に出た大きな意味だったんじゃないかなとも思っていますこの大会をきっかけにもっともっと日本代表が強くなれるようにこれからも精進していきたいと思っております以上です。 ありがとうございました。続いて秋田選手お願いいたします。はい、えっ、ー、と僕自身も初めてのパラリンピックだったので、えー、パラリンピックというものがこの車ロマバスケットボールプレイヤーにとって本当に最高の夢舞台でした。以上です。ありがとうございました。続いて岩井選手お願いいたします。えー。 同じく僕自身も、えー、パラリンピックの出場は初めてでしたし、それが、えー、時国開催ということで本当に光栄なことですし、えー、その大会を銀メダルで、えー、終えることができて本当に、えー、楽しく、えー、プレーさせてもらいました。以上です。ありがとうございました。川原選手お願いいたします。はい。えっと私はあ僕はえっと長崎の本当田舎海沿いの本当小さな うん、すません小さなあの町からですね、えっと、高校卒業して一、えっと、人で出てきてでバスケットボール頑張って、えっと、ここ目指して、えっと、やっと出れた、えっと、この大会だったんですけど本当に、えっと、これまでサポートしてくださった方々がいて本当にあの出れたって思ってますのであのすごくあのた楽しめましたし。 えっとまたそのこれからまたバスケットをもっと上手くなろうっていう気持ちもあの強くなった大会になりましたはい以上ですありがとうございました広在選手お願いいたしますはいえっ、ー、と僕にとっては四回目のパラリンピックでしたえっ、ー、と今日ヘッドコーチもおっしゃってましたがえっ、ー、とたくさんの、えー いろんな面での,あの、えー、自分たちにとって有利な部分というかあ,のありがたい部分というのはたくさんあったと思います、えー、それに加えて僕が一番感じたのはあの、まあ、選手村だったりとか大会会場だったりとかいろんなところであのいてくださっているスタッフさんだったりとかボランティアさんがあの頑張ってくださいっていう声援をすごくくださったとっいうのがも,うものすごく印象に残っています。えーと あのたくさんの方が、えー、と応援してくださったこと、えー、また、えー、テレビでも、えー、試合を放送していただけたこと、あのまあ、いろいろこうあの、本当になんていうんですかね、車椅子バスケットボールの認知度が少しずつ、えー、上がってきているのではないかなというのが、えー、と感じました、えーまあ、そのような大会で、えー、と銀メダルという、えー、結果を得ることができたことは、本当にあの嬉しく思います。 以上です。ありがとうございました。では高松選手お願いいたします。はい、えー、先ほども申し上げた通り、えっ、ー、と自分は初めてのパラリンピック出場だったんですが、えー、本当に楽しく参加することができました。えー、地獄開催ということで、えっ、ー、と皆さんも言ってたと思うんですけど、えっ、ー、とすごい応援が。 皆さんの応援がすごい届きやすい環境にあったと思います。えっ、ー、とその中で銀メダルを取れたということがすごい嬉しかったなって思います。以上です。はい、ありがとうございました。続いて朝海選手お願いいたします。はい、えー。この地で、えー、行われたこの大会でしっかりと結果を残せたこと、えー、これまで、えー、支えてくれた家族、友人、えー、多くの。 えー、皆様にやっといい報告ができること、えー、これが何より嬉しい、良、えー、かったなと思う大会でした。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。では藤沢選手お願いいたします。はい、えー、っと5年前のリオ大会ではこう決勝トーナメントに進出できなくて、えー、ましてやヨーロッパ勢にこう 勝っていくっていうことがすごくこう難しいなってこう感じた大会ではあったんですけどもそこから5年間こうチームとしていろいろなこうハードなトレーニングをみんなでこ,うこなしたりもっといろいろなこう問題をみんなでこうクリアしながらこう本当にさっき古澤が言ってましたけど家族のような集団になっていくことができてこう結果につながったのはすごく嬉しいですしまた日本でこう開催して多くの方にこう見ていただけたっていうのは。 すごいこう僕たちが車椅子バスケットボールだっていう,こう良い自己紹介ができたんじゃないかなと思っていますはいありがとうございました続いて藤本選手お願いいたしますはい、えー、私はですね9月に38歳になるんですけども競技生活日本代表人生が19年になりまして19年 の努力がやっと報われた大会になりましたそれと同時にあの今まで本当に支えてくれた家族に感謝を形にできた大会になったと思います大会自体は本当に温かいあの空間の中で常に競技に専念できた大会になったことそれで、えー、日本の本当に注目度の高い えー、認知度の上がっていく、日々増していく中で、このように、えー、自分たちが思い描くバスケットで、えー、大会を終えれたこと、結果とともに大会を終えれたことが何よりも素晴らしかったんじゃないかなと思っています。以上ですすありがとうございいいいいままししたた続いて古澤選手お願いいたしますはい えっと、東京パラリンピック開催が決まったときに、僕はこのメンバーとして戦うことが目標となって、そしてこ,うてこのように銀メダルを獲得できたことが本当に嬉しく思っていて、また東京パラリンピック開催決まってから、たくさんの方にご支援、ご声援いただいて、本当に幸せな時間を過ごすことができました、またこれからも頑張っていきたいなと思ってますありがとうございました。 では宮島選手お願いいたします。はいえっとちょっとみんなの言葉が長くて質問を何されたかちょっと忘れちゃったんですけどすみません。<laughs> はいえっとこの東京大会はご自身にとってどんな大会だったでしょうか<あ>ということはい、はい、すみませんえっと僕自身あの北京ロンドンリオと、えー、大会に参加してきて、えー、自国開催の、えー、国の選手たちが 会場に入ってくるでそして活躍するためにすごい声援だったり会場の盛り上がりっていうのを感じていましたでそういったものがその自国開催のチームにすごく力を与えているんだなっていうのを感じていてで実際に2020年に僕たちのこの日本の国でパラリンピックが決まった時にきっとそうなるんだろうなというふうに思っていましたが今回の大会は 無観客という形になってしまいどうなるんだろうという不安な部分もたくさんありましたですが試合を追うごとにみんなのところに僕のところにもですけど家族や友人 SNS を通していろんな方からメッセージをいただきましたそして大会が終わる頃には僕たちのチームで掲げている「一心」というテーマがあるんですけれどもまさにチームだけではなく えー、多くの方々と本当に心を一つにして最後、アメリカ戦が戦えたんじゃないかなというような印象に残る、えー、そんな大会でしたたありがととうございました、えっと、続いてあの藤本選手に、えー、質問なんですけれどもあの集,大と集大成として臨んだ今大会、えー、5年間頑張ってきて、えー、銀メダルを獲得されたということで、えー、試合後にあの一つの区切りにはなったと。 まあただあの、世界一へのチャレンジというのもあの頭にはあるというような言葉をもあったと思うんですけれども、まあ、あの今後について、まあ、まだ一夜明けてあのまだ整理はついていないかと思いますが現在の段階での今後についてを正直、まだ何も決めていませんがまずは今まで 日の丸を背負ってあの勝つためのバスケットをずっとしてきたので今一つやりたいなと思っていることは自分が楽しめるバスケットをもう一度やってみたいなというふうには思ってますそれがまあ国内なのか海外なのか、まあ、あのまたドイツリーグの方にあの挑戦することは決めてはいるんですがとそ,れそういう自分の思い描くバスケットを の,そのスタイルというものをまずは楽しみながら自分の成長だったり手応えというものを年齢とともにどれぐらいまだまだ生きるのかっていうところを感じながらのまあ日々になるのかなというふうに思ってます。当然あの世界一にはあと点点足りなかったのでで今まで考えれば4点 のその差というものが経験のない中でもう少しで世界一になれるというチャンスを逃したところは悔しくは思うんですがやっぱりそれをまあ自分も追いながらえここにいる若い選手がですねその僕が成し遂げられなかった夢を一つ託していってでそ,れその託していく中で自分なりに何か力になれるものがあればそれを本当に。 あの彼らに最後まで与えていきたいなとは思っていますしそこにもし、えー、次どういう体制になるか分からないんですけども自分が評価されてもう一度そこにチャレンジできるチャンスがあるのであればアスリートとしてはもう一度チャレンジするために、えー、また新しく方向を決める可能性もあります。たただ今は本当に自分が思った通りの バスケットをしたいなという思いでいますありがとうございます代表以上です歴史的な金メダルおめでとうございます過酷な練習を絶え大会を終えた今この銀メダルにかなうような自分へのご褒美を教えてくださいまた今ガツガツと食べたいものがあればそれも合わせて教えてくださいということです <laughs> では今日やヘッドコーチからお願いいたします そうですねえー、まず、キンキンに冷えた生ビールがまず飲みたいですでガツガツ食べたいものですね、えー、そうですね特にないんですけど、あのー、焼肉かな、やっぱり焼肉になると思います。はい はい、いありがとうございました続いて赤石選手、いかがでしょうかそうですね、ご褒美ですよね、ご褒美、ご褒美か、うーん、まあ、僕、漫画とか結構好きなんで、結構まん、まだ読んでない漫画、読みあさろうかなって <laughs>、はい、思いますしと、あとは食べたいものですよね。 うん、母親の肉じゃがですかね。ちょっと実家のね、あの温かい味を食べたいです。そうですね。ちょっとはい、温かさをもらいに行きます。はい、以上です。はい、ありがとうございました。では秋田選手いかがでしょうか。はい、えっとそうですね。 特にないですかね、選手村の食事もおいしかったですし <laughs> えと、まあでもそうです、ね、ここにいる12名とはずっと一緒に食事をしていたのであの、ここにいない <laughs> あの仲間だったり、自分の友達だったり、家族だったり、そういう人たちと一緒に食事をしたいなと思います。 そうですね。ご褒美と食べたいものは、えー。地元のお酒と。地元の寿司を帰ってすぐ食べたいと思います。はい、ありがとうございます。では、川原選手、いかがでしょうか。えっ、ー、と、そうですね。美味しい縁側を食べたいです。以上です。はい。ありがとうございます。 では香西選手、いかがでしょうか、えー。ご褒美は別にあまり考えてないんですが、えー、とお寿司が好きなので、お寿司は食べたいです、あと,、えー、と、リオパラリンピック後に一度食べたあと、えー、ずっと食べてない願かけで、ちょっと立ってた、えー、とラーメンを解禁をしようと思っていいまます。すす。せん、以上ですはい、ありがとうございます。<laughs> では高松選手いかがでしょうか。はい、えー、そうです、ね。ご褒美はそうです、ね。僕ちょっと今大会中にあの携帯をトイレに落としてしまって携帯が壊れちゃったのでまずはちょっと携帯を買いに行きたいなって思います、えー。そうですね。食べたいものはこれと言って決まったものはないですけどあのー、終わってちょっと落ち着いたら聴解選手とえっ、ー、と高雪パーティーをしようかなって思ってます。以上です。 はいありがとうございました。では鳥海選手お願いいたします。はい。えー、ま家族と友人と、えー、高松と、えー、楽しい時間を過ごしたいなと思ってます。以上です。はいありがとうございました。続いて藤沢選手いかがでしょうか。そうですね。えっと僕も早く子供たちを抱きしめてあげたいなと思っています。<laughs> ああとついでに妻も抱きしめてあげたいなと思ってます。えー、っとガツガツ食べたいものは僕あの長野県の信州生まれなのであの信州には戸あくというそば所がありましてあのとあくしそばをあのめちゃくちゃいっぱい食べたいなと思っています。はい以上です。ありがとうございました。では藤本選手お願いいたします。はい。えー 妻の手料理をまずは食べたいなと思ってます。あとは本当にあの愛犬を散歩をさせてると、いろんな近所の人があの。野菜をくれるので、その野菜ももうそろそろ食べたくなってるので、ぜひあの家に持ってきていただいて、その野菜を食べたいなと思います。ありがとうございました。では、古澤選手お願いいたします。 はい、えっと、ご褒美というか、えっと、僕は抹茶スイーツが好きなんで。どんどん巡っていきたいなと思ってます。はい、ありがとうございます。最後に、宮島選手、お願いいたします。はい、えー、っと、僕は息子が三人いるんですけれども。ええー。 子どもたちからは金メダルを取ってきてねと言われましたが残念ながら結果としては銀メダルでしたが、まあ、少しは頑張ったねと子どもたちに褒めてもらえたら嬉しいですで、まあ、食べたいものは家族全員で妻の作る料理を食べたいいと思います。ありがとうございました。 えっと、皆さんに一言ずつ、えっと、お願いしたいんですけれども、えー、リオのあとさまざまな経験をしてきた中で本当にあの成長を見せ続けてきていただいた中でも結果を、えー、残せなかった難しい、えー、時期を過ごしてこられた中でその中でも、えー、っと取材を通して皆さん 一度も誰もです、ね、皆さんの,その力成長していることに関して疑うことが一度もなかったと思いますそうした中でご自人たちをここまで疑うことなく強さを信じてこれたその一番の要因あるいは何かチームにとって大きな出来事がありましたらそれも教えていただきたいんですけれどもよろしくお願いいたします。 はいではヘッドコーチからお願いいたしますそうですねあの、やはり一番のお要因は、まあ、キャプテン、豊島が、まあ、あと何人かの選手たちが、多分集まって話をしてで、チームのスローガンという、中の一心という。 そののこととをずっとこうチームの中で私もそうですけども選手たちも言い続けてきたでどんな時でもその一心ということを忘れずに、えー、やり続けてきたそれがまあ一つの要因で、まあ辛い時苦しい時もやっぱり切磋琢磨してあのやってきた、まあ、ここにいない選手たちも含めて選手たちが本当にその一心のもとやってきたっていうことが まあ、一番の、あの、大きな要因じゃないかなと。成長するのも、一新になって成長してきましたし。本当に、その一新ということが。良かったんじゃないかなというふうに思ってます。ありがとうございます。では、赤石選手、お願いいたします。えー、そうですね。自分を信じてた要因ですよね。はい。そうですね。あの、まあ、もちろん、その。 キャプテン豊島が掲げてくれた一心っていうところに必死にまあそのしがみついてというか,う本当なんですかね一生懸命ついていこうっていうのはあったんですけどただ、やっぱりそのこんな弱気なことを言うのもあれですけど僕自身、正直自分に自信なんてなかったし自分を信じてはやれてたかっていうと正直わからないです。本当に、うん パラリンピック出たまあ今回が初めてだし世界のそもそもメダルって何パラリンピックって何っていう感じだったのね、僕からしたらでもその中でもやっぱりこう先輩たちの大きな背中をずっと追い続けてがむしゃらにやり続けてたしそんな中で僕が取りこぼしたところを先輩たちがうまくフォローしてくださってたっていうそんな毎日だったのでなんかそんなそうですね自分を信じてとか その大層な思いはなかったしただただがむしゃらにやり続けた結果こういったふうにうまくいったのかなというふうには思っていますありがとうございましたでは秋田選手お願いいたしますはい、えっ、ー、とそうですねメダル獲得をするというチーム目標だったりそういう今まで経験のないものに挑戦するにあたって 何をしなければいけないのかどうすればいいのかっていうのを手探りの中、えー、考え続けてそれをヘッドコーチをはじめとするスタッフであったり選手同士の中でディスカッションをしてどういうことができるのかっていうのを突き詰めていく中でやっぱり自分自身がその行動に納得して行動を起こすことができる状況が作れたっていうのが大きいかなと。 えー、自分が納得して取り組むことで、えー、周りも信頼するにつながったかなと思ってます。以上です。ありがとうございました。では岩井選手お願いいたします。あのすみませんえっと赤石の回答が長くてえっと質問を忘れてしまったんですけど。<laughs> 何でしたっけ。なんで。あ。 <laughs> そうですね自分を信じてやってこた要因、えーとまあ、本当に、えー、家族を含めていろんな方々が応援してくれますしそれをやっぱり結果で残したいという思いが本当に強くて、えー、それが、えー、自,信自信というか、えー、やる要因にもなりましたし本当にそれがこう日々の自信につな、えー、がったと思っていいいまますありがとうござししたたでは川原選手お願いします。 自分も一心っていうテーマがあったから、えっ、ー、と自分やえっ、ー、と仲間を信じてここまで揺るがずえー、これたと思っています。以上です。ありがとうございました。では高崎選手お願いいたします。はいえっ、ー、とまあ道のりの中でえっ、ー、と自信を持って望むことはありませんでした。自信は後から なので、えー、ともうとにかくリオでの、えー、と悔しさ、えー、とか、えー、っていうのがやっぱり自分の、えー、と一番のモチベーションでしたで、えー、とまあそうは言ってもなかなかうまくいかないみたいな時期に、えー、豊島キャプテンが「えー、一心」というテーマを掲げてくれました。えー、その言葉すごくなんか あいい言葉だなってあの率直に思って、それからはあのその言葉を胸に代表の活動をずっとしてきたという感じです。なのであのもうとにかくとにかく上手くなりたいとかえっとこのチームで勝ちたいっていう気持ちでずっとやってきたという感じです。以上です。ありがとうございました。では高松選手お願いいたします。 えー、そうですね、えーと、自分を信じて、信じれた要因そん、自分はそんな信じてなかったです、自分を。えー、ですが、えー、ヘッドコーチーはじめ監督、トレーナー、えー、をの言われたことを信じて一生懸命練習してこの最高のメンバー12人また選ばれなかったメンバーたちと一緒に練習をできたことによって、えー、と周りを信じれるというあの自信はついたのかなって思います。 以上です。ありがとうございました。では鳥海選手、お願いいたします。はい、えー、リオからの5年間、えー、今日はヘッドコーチはじめ、えー、スタッフ陣からすごく厳しいトレーニングをいろいろと課せられました、えー、その中で僕たち自身も成長を少しずつしているという実感も、えー、ありました、なので自信は、えー、ありました。以上です。 はい、ありがとうございます。では藤沢選手お願いいたします。はい、えー、っと、そうですね。えー、っと自信、そうですね。自信ができたというよりかは、このチームはお互いを認め合うことができるようになったチームだと思います。えー、っとリオからの5年間で本当にいろいろなこととか雰囲気の悪さとか、えー、何かこうみんなでミーティングしなきゃいけないような出来事とかってこう。 都度都度あったと思うんですけどそういった中でこうみんなで夜遅くまで話し合ったりとか長い時間をかけて一緒にこうハードなトレーニングを繰り返すっていう中で、えー、お互いのことを知ってお互いのことを認め合うっていうことがやっぱ一番できるようになってきたんじゃないかなと思いますし僕自身も、えー、っと例えばこう豊島だとか赤石町会みたいなこうクイックな選手たちと常に比べられ続けて。 えっと車椅子バスケ関わってる人からしたらそれがどれほどチャレンジ,ングチャレンジで、えー、大変なことかっていうのは多分容易に想像がつくと思うんですけどもそんな中に鳥会とかが「きよし君ん,、えー、なん,だっけくん優れるな異なれ」って知ってるみたいなことを言ってきてなんかそういうことをこう。 なんかフォローしてくれる後輩とかもいたりして自分のこう良さをこう出していってお互いのまあ良さも認め合えばいいんだなっていうようなこう関係をお互い築けたのでえー、っとまあそれが結果的にこういいチームワークにつながっていったんじゃないかなと思っていまますありがとうございましたでは藤本選手、お願いいたします。はい、えー まず僕の場合はですね、まあ、長くやっているのであの自信どうのこうのじゃなくてまず覚悟があるのかっていうところがまず最初にあってですねリオが終わって、えー、肘がボロボロになってでそこから、まあ、引退するか手術するかで悩んでいるときに、まあ、及川監督からあのやるなら覚悟を決めろとで今までの、まあ、成績もプライドも 経験もすべてなしにして、同じ本当に若い選手と同じように、もう一回がむしゃらにやれる体を作り直して、気持ちもリセットして、すべてを一から積み上げて、4年やれと、それでどうなるか、やってみないかということで、まずその今までの自分のプライドをすべて壊して、東京に向かう覚悟が必要だったんですけども。 京谷ヘッドコーチと、まあ、その時足アシスタントコーチで,で及川ヘッドコーチがいてでその二人にあのそのように言われたことによってです、ね、自分がまずがむしらにやっていく覚悟というものがまず作られたというのが今ここにいる自分が、えー、の始まりなのかなと思ってます。やっっっっぱりそここからでできききななないとににに向合てててるようになって自信になって でチームからまた新たに信頼を得てで少しずつまたチームの中心としてチームの大国柱として自信に変わっていったというのが、まあ、東京パラリンピックまでの経緯なのでそこに関してはやっぱり自分一人でまず覚悟があってみんなに認められて自信に変えてもらったというところのほうが一番強いと思いますこの年にしてですね誰引っ張っていくのではなくかなりみんなに支えられながら 支えてもらいながらやれた5年間だったので、まあ、本当にあの僕もみんなを信頼してやれましたし、えー、みんなの顔がその試合中の笑顔だったりとか、えー、緊迫した中でも雰囲気のいい表情でバスケットをするだとかそういういろんなみんなの表情に常に自信をもらいながら最後までやれたというのが僕の。 この東京パラリンピックの、えー、まあ最高のチームだったなって思える瞬間だったと思います。ありがとうございました。では古澤選手お願いいたします。はい。えっと僕自身自分に自信を持って望めたかって言われると正直わからないんですけど、ただチームを信じることは本当に強くできました。 本当に一心ということはもうそれだけで十分でしたありがとうございましたでは宮島選手お願いいたしますはい、えー、リオ以降、えー、先行合宿を重ね、えー、2020年にパラリンピックが開かれるという直前で、えー、まあコロナウイルス えー、が、えー、影響を受けて合宿が途中で止まったり、えー、僕たちここにいる選手はそれぞれ違うチームに所属していて、えー、違う環境で練習をし,しなければいけなくなったときに、えー、本当に一人で練習する時間がそれぞれ長かったと思うんですがアキラが掲げた一心という。 えー、テーマをそれぞれがしっかり持っていたおかげで、えー、一人一人が離れていても自分を信じてチームを信じて、えー、トレーニングを積み重ねてこれた結果なんじゃないかなと思いますそれが、えー、みんなの自信に僕自身も自信につな、えー、がった、えー、部分だと思いますありがとうございました。 ででではは他ご質問いいいかかがししょうか、はい、では真ん中の方お願いいたします高松選手に1点質問ですがあの試合後にあの皆さんにいい経験をさせてもらったと感謝をしていましたが、えー、改めてですが今後、自分が日本代表でどんな存在になっていかないといかないかどのような役割を果たしていかないといかないか。 その辺り、どのようなお考えをお持ちでしょうか、お聞かせください。はい、では、高松選手、お願いいたしますはいそうですね、まあ、とりあえず、まずこのあと来年にすぐ、アンダーの世界選手権があるので、まあ、そこであのレ,オレオさんや哲さ,さんが見せてくれたような粘り強いディフェンスだったり、レオさんが見せてくれた得点力だったり。 まあ四点プレイヤーとして見習う場面はすごい多かったと思うのでこういったところをあの見習ってそうですねあのチームから頼られるあの存在になれたらいいなって思ってます以上ですありがとうございます初回選出教えてくださいあの今回のあのか あの活躍する中でチーム全体活躍する中で、SNS での注目でもどんどん高まってきて、あの認知度も高まっているかと思うんですけど、鳥海選手、SNS、インスタって、そもそも大会前って、フォロワーどれぐらいいらっしゃって、えー、いたのかということと、あと、その、えー、なんていうか、応援する声がどんどん大きくなったことについて、改めて感じたこと、教えてください、はいはでは鳥海選手、お願いいたします。 はい、大会前の、えー、インスタグラムの、えー、フォロワー数は、えー、1600人程度でした、えー、大会期間中、えー、たくさん応援をしてくださる方が増えたことに関しては、えー、まず、えー、この大会を 戦っていく中で、えー、パラスポーツ車いスバスケットボール、えー、という,いうスポーツが、えー、まず、えー、日本に広まったことが、えー、嬉しく思いましたし、えーっとこううん、単純に、えー、っと応援してくださる数が、えー、今までの、えー、日じゃない。 えー、数になったことに関しても、えー、これからしっかりと、えー、僕たちが、えー、戦っていく姿を、えー、見せていくことが、えー、その今回、えー、増えてくださったフォロワーさんへの、えー、しっかりと、うん、示すものになってくるかなと思ってますあとあの次その、えーっとまあ、皆さんの大会あの活躍見たいという声 この後も見ていきたいという声が多いと思うんですけれど鳥海選手、この後のその出場する大会だったり試合だったりの予定というのはどんんなな感じなんですか、はいえっとえー、この大会終わりまして、えー、僕が次に目標とするところは来年の U23 の世界選手権が千葉で行われますのでそこでしっかりと。 メダルを獲得するというところが、えー、僕の次の目標になりまます。ありがとうございい、した。はありがとうございました。